皆さんこんにちはレック専任講師の松本ですいよいよですね令和5年度の土地家屋調査試験本試験本当に直前というところになってきましたねこの動画皆様はどのタイミングでご覧になられていますかね本試験の1週間前前日あるいは本試験当日に会場を向かう前にご覧になられている方もいらっしゃるかもしれません はい、いずれにしましてもまずは皆様本当に今までよく学習していただいたものと思いますもう皆様の楽しい時間を削ってご家族と過ごす時間ですとか1人でゆっくりされる時間ですとかそういうものを削って削ってずっと学習継続されてきたものと思いますですので本当にこれで最後です最後試験会場という場所に行って本当にこれからは場所が変わるだけです場所が変わって今まで 皆様がずーっとやっていただいた学習を本当にただ場所を変えて2時間半やりきっていただくもうそこになりましたぜひね頑張ってきてほしいと思いますそして緊張皆さん緊張絶対しますよもうこれは諦めてください緊張は絶対しますしますよそれはしますだって皆さんそれだけやってきたんですもんやってきたからこそ緊張するに決まってるじゃないですかだからもし緊張してうわーってなりそうでしたら自分は それだけ努力したからこれだけ緊張してるんだなそんな風にプラスにぜひ考えていただきたいなというふうに思いますそしてですね忘れ物注意されてくださいね忘れ物例えば、まあ、三角定規ですとかもう絶対忘れちゃダメですよ三角定規ですとかあとは関数電卓、はい、これも忘れちゃダメですよそして他にも普段皆様が学習の中で使われています筆記用具なんか一つでもそういう筆記用具ないとやっぱり結構焦ったりしますので是非ね忘れ物ないようにお願いいたします そして教室への入室時間、ですね入る時間、これもやっぱりあまりにもギリギリになりますと精神的にもね焦りが出てきてしまうかもしれませんのでできるだけ、ね、ちょっとでも構いませんので余裕を持って入れるようなそんな時間につくようにしてください。はいいよいよですね本当に本試験というところになりました東京からですけれどもはい私ね、ね必死に皆様の頑張り応援してますなので本試験始まりまりしたらですよ本試験始まりましたら絶対に諦めないでくださいね。 絶対に諦めない試験終了ですってその合図があるまでもう空欄でも何でもありましたらもうペン走り続けさせてくださいね0.5点でも1点でも何点でも奪,奪ってやる奪ってやるそんなつもりでぜひ望んできていただきたいなというふうに思いますそして試験が終わりましたら結果はわからないですけれども少なくともやりきってよそんなふうに帰っ,ていただけます帰ってきていただけますとこんなに嬉しいことはありませんはい皆様が実力発揮できますこと本当に心から祈ってます応援してます いってらっしゃいませ